イント故障のためダイヤが大幅に乱れ、お急ぎのお客様には大変ご迷惑をおかけいたしました。次は岩戸台。岩戸台です。この電車辰巳ポートアイランド行き、本日の最終電車となっております。お乗り忘れのないようご注意ください。ようこそ。遅かったね。長い間君を待ってたよ。この先へ進むならここに署名をして。一応契約だからね。怖がらなくていいよ。ここからは自分の決めたことに責任を取ってもらうってだけだから。確かに時は誰にでも結末を運んでくるよ。たとえ耳と目を塞いでいてもね。さあ始まるよ。到着が遅れたようだね。私は霧城満。
この寮に住んでいるものだ。誰ですか？彼は転入生だ。ここへの入寮が急に決まってね。いずれ男子寮への割り当てが正式にされるだろう。いいんですか？さあな。彼女は竹葉ゆかり。この春から2年生だから君と同じだな。竹葉です。なんていうか趣味っていうか、いや趣味なわけないや。世の中物騒だからな。ご信用といったところさ。もちろん弾が出るわけじゃない。今日はもう遅い。部屋は2階の一番奥に用意してある。荷物も届いているはずだ。すぐに休むといい。あ、じゃあ案内するんでついてきてください。この部屋だね。一番奥だから覚えやすいでしょ。何か聞きたいことある？署名？何のこと？ちょっと聞きたいんだけど、駅からここまで来る間ずっと平気だったの？どういう意味って？その様子だと本当に平気みたいだね。ならいいんだ。ごめん、気にしないで。じゃあ私は行くね。さ、いろいろとわからないことあると思うけど、それはまた今度ね。おやすみなさい。お願い、出てくれないと困るの。おはよう。眠れた？ね、先輩に案内しろって頼まれちゃって、もう出られる？よかった。じゃあ行こっか。通学にはこれ使うの。モノレール、珍しいでしょ。特にここ、海の上進むみたいな感じで好きなんだ。あ、学校があるのは終点の辰巳ポートアイランドって駅ね。聞いたことない？辰巳ポートアイランド、人工島の真ん中にうちの学校があるの。ほら、
見えてきた。ここが月光館学園の高等部。よろしくね。ここからは一人で大丈夫だよね。まず先生に挨拶か。職員室はこの先を左に入ってすぐだから、詳しいことはそこでね。以上、ナビでした。何かわからないこととかある？あのさ、昨日の夜、いろいろ見たでしょ。あれ、他の人には言わないでね。じゃあね。確かに都市加納先生が良かったな。ちょっとミア、なんでって放課後部活やる前に修業式教室行って早く着替えて。せっかくで、クラス分けのそこ、私は別のクラスだから面倒。まったく。それじゃあ、おいおい、あら、いいか、男子たるもの、我が校では社会に。わお、最高です。武士も。そうだそうだそうだ、そう。君よね。2年生で間違いないわよね。結構転々としてきてんのね。ご両親は10年前の。ごめん、バタバタしてて詳しく読んでなくてさ。私は国語科主任の鳥海です。よろしくね。もう見た？君は私の担任する F 組よ。でもこの後すぐ始業式だから先に行動ね。案内するわ、ついてきて。諸君らの文筆品品しかる。これねえねえ、あのさ、今朝竹葉さんと見てたぜ。仲良さげだった。君ってさ、つうか竹葉さんって彼氏いんの？
か、いや一緒に学校来たって、てか君はどういう関係なわけ。おや、鳥海先生のクラスの。あ、ったく静かにしてよ。よっ転校生。なんだよそんなマジびっくりした顔すんなって。ん、俺か。俺は伊織純平、純平でいいぜ。実は俺も中2の時転校でここ来てさ、転校生っていろいろと一人じゃわかんねえじゃん。俺が最初に声かけなきゃってな。へへ、いいやつだろ。お、ユカリッチじゃん。また同じクラスになれちゃうとは思わなかったぜ。まったく相変わらずだね。誰から構わず慣れ慣れしくしてさ、ちょっとは相手の迷惑とか考えた方がいいよ。なんだよ、ただ親切にしてるだけだって。ふん、ならいいんだけど。なんか偶然だよね、同じクラスになるなんてさ。驚いた。おいおい、俺だって同じクラスだぜ。なんか扱い違わねえか。てか実際聞きたいことあんだけどさ、お二人さん仲良く一緒に登校したんだって。詳しく聞かせてくれよ。ちょっとやめてよ。彼とはたまたま寮が一緒ってだけ。何でもそういう話に結びつけすぎだっての。てかそもそも噂になるの早すぎ。不安だな、そういうの。ちょっといい？あのこととか言ってないよね。ならいいけど、昨日の夜のこと本当言わないでよ。何？昨日の夜って、ちょ、なんか誤解してない？とにかく彼とは昨日会ったばっかで、ほんと何でもないの。まったくもう。じゃあ私弓道部の用事あるから行くけど、変な噂広めないでよ。別に噂なんてどってことないじゃん。なあ、ちょい自意識過剰っぽいよな。でもすげえじゃん転校生、初日から浮いた噂なんてよ。あいつあれで結構人気あんだぜ。一目置いちゃったよ実際。まあそんなわけだから、これからよろしくな。もう帰んだろ。なら駅まで一緒にどうよ。
なんで？なんで？いらっしゃ。ああ。なあ運動部、ああお前どっか部活入ったりする？新規入部ってことになるからまだもうちっと後だけどな、入れるのつか寮なら最寄りは岩戸台か。いいよな寮生活、なんか青春って感じ。んじゃ俺こっちだから、また明日な。
おかえり。ちょっと出てくる。ん？気づいてるか？このところの新聞記事。ああ、それまで普通だったものがある日を境に急に口も聞けないほどの無気力症に陥る。最近流行りらしいな。記事ではストレス性ということで片付けられてるな。そんなわけあるか。絶対奴らの仕業だ。出なきゃ面白くない。相変わらずだな。一人で大丈夫か？なに、心配ない。トレーニングのついでだ。まったく、秋彦のやつ、遊びじゃないんだぞ。
るほど、彼か。いや、こんばんは。私は幾月修二、君らの学園の理事長をしているものだ。幾月、言いにくいだろう。おかげで自己紹介はどうも苦手だよ。油断すると神仮面。ま、かけて。部屋割りが間に合わなくて申し訳なかったね。正式な割り当てが決まるまでまだ少しかかりそうだ。さてと、何か聞いておきたいことはあるかい？なぜって？君を迎えるためさ。ダメかい？ああ、竹馬くん、そういえば霧城くんは？はい、もう上に。いつもながら真面目だね。顔くらい出せばいいのに。他には何かあるかい？この寮の住人はここにいる竹馬くんとあと3年生の男子で、一つ仲良くね。他に、よろしい。じゃあ私はそろそろ転入したてはいろいろと疲れるだろう。早めに休む。体なんてグーグー寝てなんぼだから。昔漫画にあったろ。なんちゃって。ごめんね。さて、私も部屋も理事長も言ってたけど、早く休んで。天気、おやすみなさい。お疲れ様。どうだい、彼の様子は？先ほど就寝しました。今は眠っています。理事長、やはり彼は。まあ、とりあえず見守ろうじゃないか。もうすぐ影時間だ。いいじゃん、行こうぜ。外とかまだちょっと寂しさな。え、どうする、メミ？全然行きたいのは行きたいけど、何気に親とかさ。関係ねえじゃん、メールしときゃバレねって。まあ、行っちゃおっか。つまんね。大マジだって、超ビビった俺。作ってない？ゲージョープレゼンツ、ザ・ベイ・ハッピー・チューラーズ。来週もまたこの時間にお会いしましょう。この番組は人に、レイジです。毎晩0時になる度訪れるこの影時間は、普通の人間は棺のような姿に象徴化して、この時間があること。じゃあ彼は？見ての通り眠ってはいるけど、彼は今ちゃんと、あとは適性があるかどうかだ。ていうか、あるんだろうね。なければ、餌食ですか。とにかくもうあと何日かはこうして様子を見てみないと。はい。隠れてこんなことしてちょっと気が引けますけどね。ようこそ我がベルベットルームへ。私の名はイゴール。お初にお目にかかります。こちらはエリザベス、同じくここの住人だ。エリザベスでございます。お見知りおきを。ここは夢と現実、
精神と物質の狭間にある場所、何かの形で契約を果たされた方のみが訪れる部屋。今からあなたはこのベルベットルームのお客人だ。あなたは力を磨くべき運命にあり、必ずや私の手助けが必要となるでしょう。あなたが支払うべき代価は一つ。契約に従い、ご自身の選択に相応の責任を持っていただくことです。これをお持ちなさい。またお会いしましょう。では、まったく。今だろ、帰りどっか行った。そりゃお前、ああそうか、んじゃ案内してやるか。ここがポロニアンモール。学校のやつらとちょっとどっか行く。カラオケとかゲーセンとか、あとあれよ、クラブ。アリバイしねえけど、とりあえず CD。 新しいやつ、ここはやるしかねえ。見せてやるよ。あっちくしょう。いやいやいや、絶対取ってやる。あっち、もう一回、もう一回だけ。おかえり。そうそう。